新しいそのものが出来上がるっていうか、皆さんの和みたいな、協力の和みたいなのが、日本人ってすごい薄いでしょ。ね、ボランティアとかね、そうなんですよね、薄いじゃないですか、薄いんですよ、大変薄くなったんですよね、実際やっぱりこうずっと、ね、経済発展して、ね、子供たちも 少子化で物余りで家族レベルでなったんですよね、みんなパソコンやってメールでやり取りして、こういうふうに会話する時なんて、まあないですよ、ほとんどない世の中になっちゃった、はい、でもこの震災をきっかけに、みんながもう手を取らないと、人間同士に仲良くしないといけないんだよ、なんとなく思ったんですよね、今大きな機会なんですよね、なんとかしなくちゃって、こうやっぱ若い方も、まあ、我々みたいな世代も、もっと年寄りの方も、みんなそういうふうに、ああ、本当ありがたいなって思って、じゃあ何か自分でできることがないというふうに思って、そうなんです、というのが今の時期だと思いますしね、それは皆さんの気持ちでもあるし、私のさっきの思いでもあるし、それはやっぱり自分たちのできることをなんとかしようじゃないかというふうにこう今盛り上がっているんですよ、だから、それをつなげて、やっぱりそうね、いくことが大事なというふうなことをつないでいって、今言った復旧の仕事と復興の仕事と、それが混じり合った世界と、それと復興という形に、ね、なるんだと思うんですけどね、そういう意味で、震災はその辛いことだけども、やっぱりそれをこうバネにしてね、やっぱり被災地も頑張るし、日本の国も良くなるからいいと思います。良くなってきてるんじゃないですかね、その気持ちをね、ぜひ、教えてあげたいと、よろしくお願いします。